ちょっと待って、僕らは歩みを止めないラジオ。こんにちは、少年がロクちゃんと松本新太です。お願いします。お願いします。マジで絶好調。何が白レンガ。そんなことねえよ。なんでそんなことねえだろ。絶好調だな、白レンガ。そう、自分たちから言うことじゃないし。めちゃくちゃ絶好調だよ。これ波に乗んなきゃもう多分俺は無理だよ。いや、そのこの波に乗れなきゃ俺ら上がれないよ。そんな、何も、そこ、そのめちゃくちゃ絶好調。めちゃくちゃ絶好調だろ。12月何個上上がれた。でもそう、たまたまというかありがたいことに。なんて謙虚なんだよ、ネタ作ってない方が。いや、まあそう、こっちが謙虚であるんだよ。なんでネタ作ってない、お前はそのロキちゃんのおかげだよ、ロキちゃんありがとう、ほんとロキちゃんちょこいとかってそバカみたいに言ってろよ。言わねえよ。お前はおかしくなっちゃって、言わねえよ。調子乗って金の羽振り良くなってさ。それ借金してんの。またその話すんの。いや、そう、羽振り良くなんかなれないって。もういいよ、借金もういいじゃん。もう借金返せなかったトライマイ旅行2人で行くことが決まったんだから。決まってねえよ。その最終的にそこじゃねえよ。決まったよ。まだパン1つ買うかどうかみたいなレベルの話は、まだねもう少しね。でも2人でまあトライマイ旅行じゃね、行こうな。行かねえよ、お前と。どうせ返せないんだから借金なんて。いや、それ返せる。言っちゃったんだからもう行かないとダメよ。いや、そう、行かないって。返せるから。まあでもそれはともかく。なんかあれらしいな。え、絶好調の話はもういいの。なんか、何絶好調の、それは、そのかけ、何。いや、その、お前が絶好調だ。絶好調じゃないよ、俺ら。はもっと謙虚に行かなきゃ。お前から言い出したの。お前の口から言っちゃダメだよ。気持ち悪い、お前。なんその、書いてない方は言うな、みたいな。さっきも。だから、コンスタンスで行きたいってことよ、俺は。だから俺がもっと調子いいよってことは言えってこと。そうそう。で、俺が前言ったら、うん、お前控えろよ。だから そのスタンスで行きたいってことよ、俺は。腹立つで、あれ。そのスタンスで。俺が言ったら言ったで、そのあれやし、言わなかったら言わなかったで、お前が。でもなんか小耳に挟んだんだけどさ、あなた R1 のエントリー忘れたの？うん。いやー、ロキちゃんさ、ロキちゃんさ、あなたが出ると、別にさ、冷やかしとかじゃないよ。冷やかしとかじゃないけど、うん、ロキちゃん、あなたが出ると思って、うん、もう11月の頭くらいにエントリー終わってんの、こっち。うん、俺だけ出んの？うん、絶対違くない？その冷やかしとかじゃないよ。うん、なんでそんなこと俺だけ出んの？いや、俺らもエントリーしに行かないとな。で、まあ、バイト終わりが、うん、だいぶ警備のバイト終わりが空いてんのよ、時間としては。じゃあその後ネタ合わせがあったりとか、なんかやることあったりとかで、家帰ったりとか、ネタ合わせ行ったりとかで事務所なかなか行けなくて、事務所の締め切り切ったのよ、16日、12月。で、そっから、あ、自分で出しに行こうってなったんだよ、俺らは。なんだけど、ファミリー全体で、みんなで出そうってなってたんで、野球共有してる人たちね。そう、多分渋谷君以外、出し忘れて。みんな出るつもりだったんだ。なんか、12月末までじゃないかとか、だから1月中旬まであるんじゃないかとか、話し合った結果、もう終わってた。ダメだね、怠惰だね、本当に。本当良くないよ、俺ら。なんで俺だけ出ること待ってんの、あれは。まあでも本当頑張ってほしい。見に来いよ。行かねえよ。なんでだよ。まあ行くって言ったら、お前が来るなみたいな。見に来て多めに笑えよ、そんなの。ロキちゃんのとこだけ。じゃあめちゃめちゃひどいことになるよ、俺の笑い方。なんで？じゃあ、その、初年がロキちゃんです。じゃあなんかちょっと最初のとこだけやって、なんか、なんでもいいから。いいよ。じゃあ俺が笑うってで笑うよ。笑うって、まあそうだな。うん。で、もうネタ見せももう何回もしてるでしょ。してねえよ。見たことねえ。どうもー、こんにちは、ヒワエンガヨキギャンゲフヨキギャンゴヒョウチコイトー最高だよ、面白かった。おもろごやった。いや、まったく。他の人は笑っちゃダメだよ。他の人は絶対。いや、それひどいって。じゃあそういう人になりたくなくて、公平に見たいよ。いや、もうちょっとあなたで僕は笑うとかあるよ、言ったら。でもそれ公平に見させてくれよ。ファンでしょ、俺の。ファンじゃねえよ。一番のファンでどっちかに組んでくださいっつってねえよ、俺。ピンのファンでしょ、俺の。ピンのファン。コンビは面白いと思わないけど、ピンは面白いと思って。お前のピンの、アンビバレントアバウトってあの、確か知らねえ。あの、その曲、カラオケで友達が流してて、その、友達がサビでこう、こうバッて音を消して。初めて聞いてたよ、あれこそ。ショートコントって言われて書いてる。じゃあ最後まで言わせてくれよ。
この呼ばれんって、お前本当にその話ばっかする。こうアンビバレントアバウトってこう一人でやって、アンビバレントアバウト、いやアバウトっていくやん。お前のでそっからさ、お前お前その話すんな。怖っ。面白いと思ってない時の笑い方して、いやいやいや怖ーとかじゃなく、でもなんかサビでそう友達が毎回2回ぐらい消したんか連続で、カラオケの設定で、で3回目に消さなかったら、おい消せよみたいなこと言う。もう腹立ってしょうがない、もうちょっとごめん、もう手出すかもしれない。いや、手出すかもしれない。じゃあそのいや、じゃあもう、じゃあそのあもうワイン、ごめん、ごめん、本当に手出し、ごめん、本当に。え、じゃあ本当にこれが怖いって言ってるのよ、みんな。誰みんなって。渋谷くんとかも怖いって言ってるし。もうえって、そいつらみんな聞いてくれてんの、ファミリー。えって、そいつら。じゃあお前が、いや、渋谷してんだよ。もうえって、そいつら。なんかそう、お前が発狂するシーンがラジオであるらしいんだけど、それが怖すぎる。ホラー的な怖さがある。今言うな、別に。そんなこと。で、このラジオを利用したその音だけで攻撃してるっていうのを俺、みんなにアピールしてたから。今ごめん、もうごめん。俺も昔やっちゃしてたからさ、バチバチ殴っちゃって。してねえよ。今骨の音、骨が今。骨いってねえ。俺の拳とあなたの骨が。ぶつかる音しちゃったよ、本当に。してねえよ、下手すぎるだろ。めちゃめちゃ机じゃねえか。ガンガンガン。ごめんなさい、今のは。でもなんか、あの本当にあのアルバム頑張ります。あ、マジで頑張った。当たり前だろ。まあそう、当たり前だろ、お前がエール送るのは。イエロー、イエロー、あ、エールは前日とかにメッセージ送ってこいよ、当日とかに。ロキちゃん、今日アルバム頑張ってね。絶対送ってこいよ。じゃないと俺頑張れないんだから。頑張れよ、一人で。お前のエールなんて頑張れないんだから。もうそう、親とかに言ってもらえばいいじゃん。親に R1 出てることその恥ずかしくて言う。恥ずかしいって言っちゃって今、うん、恥ずかしい。俺もそれにびっくりしてもらった。恥ずかしいって言っちゃって。恥ずかしいって。冷やかしじゃないけど、まあでも本当に頑張って。あれはもうネタ決まってんの、本当に。実際正直ね、うん、1個はあって。1個はあって、うん、2回戦用とかやんの。違う違う違う、どっちにしようかなっていう。もう一個は考えてる、正直。この、あ、新ネタ？うん、フォーマットだけあって、どっちも新ネタに決まってんだろ。一個戻してねえよ、俺。フォーマット考えて、そっからその中身どう、こう、面白くなったらいいか。あ、すごっ。だって正直あの時は、あの、アンビバレントアバウトって。それもう、やめろ。じゃあだから言わないよ、そのネタの概要とかは。言ったろ、さっき。もう言わないけど、でもその、それの時とはもう、レベルが全然違うわけじゃん。そんなことねえよ。今、白レンガのブレインを担当してるじゃん。当たり前だろ。いや、その早っ。早い、早い普通のツッコミ。あ、当たり前だろ。いや、まあ、ほんとその通りよ、うん、当たり前だろ、うんうん、ブレインを担当してくれてるから、やっぱそれがピンになった時どう生きるかっていうのはちょっと見たい。多分生きないだろ。僕は見たい、見どころというか、そんなことねえよ、白レンガで言ったら。今こう絶好調の白レンガのブレインが担当してるピンのネタ、うん、こうアルバムで見たい、うん、と見どころですね。はちゃめちゃ芸人でなりたい。最悪じゃん、お前。はちゃめちゃ。でも一個はやっぱ白レンガのコントをやっぱそのどうにかこううまくやりたいっていう。じゃあお前がちょっとイカれちゃうキャラなんですか？それはどうかな。誰がワクワクするの？誰がおおってなんねん、これ聞いて。あれ、いつものあの普通のロッチちゃんがってなんねん。なんねんよ。でもはちゃめちゃ芸人になるか、白レンガのコントを、うん、はちゃめちゃ芸人。はちゃめちゃ芸人どういうこと？今みたいな、今みたいな。さっきやったじゃん、あなたの高笑いのやつやったときに、うん、今やったじゃん。今あなたの笑いの練習したときにやったじゃん、あんな感じで。ああ、そのなんか変なキャラでいくってこと？そうそう、トータルはちゃめちゃ芸人。そのはちゃめちゃ芸人、ハンスで、ハンスボンで、はちゃめちゃ芸人。あ、はちゃめちゃロキちゃんとか、ね、はちゃめちゃロキちゃん。あの、そう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 、オッケーオッケー。何オッケーオッケー、何が分かったんだよ今まで。なんか口がパサパサしてきて、どんどん喋ってたの。誰が？俺が。緊張してきて。緊張してね。はちゃめちゃ芸人見たくなくて、恥ずかしくて。わかんない、なんか水分がめちゃめちゃ取られる。でもなんかこう、賞レースとかこう、うん、M1 もこう終わったじゃないですか。うん、僕らも結構さ、うん、それこそあのいつもやってるさ、ぶち抜き魂プレーオフのさ、うん、勝ち上がりでさ、あ、だいぶ出れてさ、うん、そこにそのファイナリストのさ、真空ジェシカさんがいたりしたじゃん。ああね。ああねじゃねえよ。あと、そういえばそうだったね、じゃねえよ。ちゃちゃ、敗者復活のヤーレンさんとか。あ、そう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 。激アツよ、正直。そのお客さんも、いかつかったよな。いかつかった。あの、数。ああ、もう満員。満員
だよな。あそこに40何に入るのと思ってさ、ね、見たことその1回パワーブリーの勝ち上がりライブあったけどさ、うん、日じゃないぐらい入ってたもんね。あー全然レベルが、そうだよね、うん、本当にさすごい俺結構正直緊張しててさ、うん、でもまあ、 他の芸人さんのネタ見て、うん、ちょっと落ち着こうと思って、なんで落ち着こうと思うか、でもそのずっとやってるネタだったじゃん、ネタ自体は。まあそうね、なんで落ち着こうと思うかっていうとさ、その、うん、やっぱ一組でも滑ってるって言ったら、うん、気持ち楽になるじゃん正直。あそういう時、まあそうね、そういう思い思いじゃなくて、ね、そうそうそう正直、うん、でまあ俺らもまあまあまあこの初めてこういうのこって勝ち上がりって出るし、うん、別に一組滑ってたらさ別に俺らも、うん、やれるなってメンタルだった俺は、まあ、と思ってちょっとこネタ見せたんだけど、うん、誰も滑ってないのよ。いやそうもちろんマジですごい。いやもちろんそうモーターズ C とか D とかの日じゃねえんだよな。いや S よ。いや本当にみんな受けてて多分投票の中からしたら受けてる人もあんま票入んなかったりとかもうそういうレベル。いやもうすごかった、ね、すごいよね、すごかった。なんかでその中でさ、うん、主催の軍人さんって いる、うん、いらっしゃるじゃん、うん、でこうまあ、普段こう喋りはそんなしないというかさ、別に俺だと、ね、たまにその、うん、ね、その体温測定とかの時に、うん、軽くちょっといじられたり、うん、俺がその手書きでさ、うん、台本とか持ってて音企画とかお願いするんだよ、うん、いやまだ手書きたいとかって言ってくれるぐらいの関係性だけど、うん、ずっともう2年ぐらい出てるのね、うん、で、そうね、でもまあ割と寡黙そうというかさ、あ感じはある人でさ、うん、ちょっと熱い話じゃないんだけどさ、うん、そのなんていうの、そのこう俺ネタ見せたらさ、うん、白目のあったね、オートプランだねって言われて、うん、そうそうオートプランです、いや渡辺かと思っててさみたいな話してる時にさ、うん、話しかけてくれたわけじゃんね、うん、で、いや本当に今日ありがとうございましたね、うん、こうやってライブ、うん、ライブ、いやありがとうじゃないよ、君らが勝ち上がったから、うん、で出れてるだけで別に何の感謝もする必要ないこれは、うん、でも全然その一人しか呼べないしもっと呼べたらなと思ってって言ったら、うんうん、それもね俺は、うん、一組が一人呼べればいいと思ってる、うん、だから別に一組呼んでこれで一組が一人で一人呼んでんじゃん、うん、でファンの子来てくれたじゃん俺らのファンの子が、うん、ファンの子ってお前の友達がいや言うなよファンの子でいいだろ、まあ、ファンの子でその一人呼んでんだからこれで大丈夫これ全然、うん、だから今日、ね、面白かったら、うん、また呼ぶから、うん、って言われて、うん、うわーって熱くなったじゃん俺らも、うん、3人ぐらい呼んだらまた呼ばれるかなと思ってさ、うん、どうにか工面したりさ、でも、うん、面白ければいいんだと思って、うん、ネタ頑張ろうと思って、うん、ネタやって、うん、まあ別にそんな悪い、うん、そんな感触も悪くないけど、うん、あれから別にお声はかかってない、うん、あ、そうなんですかまた次の回は始まってるんですかあれ。あ、なんか次のライブを一応こう演者出てたんですけど呼ばれてませんね。あ、決まってたんですかもう。決まったんですね。面白くなかったみたいです。あれでもなんか俺ら悲鳴あり笑いありみたいな。そうそうそう、なかなかさその印象に残るというかさ、異質なネタでは、異質なさ、うん、コントをさせていただいた感じはあったよね。まあこんな見た目でもあるし、うん、それを生かしたというかね。そう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 、ダメでしたあんな熱く語られてそうそうそう受けるだけみたいな。そうそうそう、でさやっぱさ、うん、シンクジェシカの取り入れてくるのすごいのよ、うん、いやすごかったね。これはできないさすがに、これはさすがに、あ、軍人さんがね、これはさすがに、ね、今はできないでしょ、うん、でもいいんだよ、うん、真空ジェシカを、うん、で来てるお客さん、うん、これ笑わせてみな、うん、そしたら全然また呼ぶよ、うん、呼ばれてません笑ってなかったかもしれません。真空ジェシカのお客さんは他の人が笑ってただけかもしれません。かそうみんな笑ったけど軍人さんだけ笑わずあ、軍人さんだけ笑ってなかったかもしれません。やばあ、もう次決まったんだなんか別に、いやでもまあまあまあ分かんないなんか呼ばれあ、そうかだからそういうことがありましてでも、うん、普通にさ、うん、でも前さ、うんこれを初めてぶち抜き魂というわけで、それこそキングオブコント前さ、うん、やってた時さ、うん、もう主催者の笑い声聞こえるぐらいしかお客さんいないのよ普段のライブなんて、ね、多分軍人さん笑ってたけどねこれでこれで確か、だからいいと思ったけどね、なかなかまあでも見飽きました、見飽きました、もうまたそれですか、もういいですっていう、もうええわってこの最悪じゃんいやその俺らもあるじゃん、その新ネタであそこに行くわけにはいかないじゃん。当たり前だよ。じゃあ当たり前よ。それはそうよ。この前あなたも言ってたけどさ、その M1 の1回戦新ネ
全然行きませんよ、それはってことよね。そうそうそう、同じ俺らからしてみると。で、その中で軍人さんは、もう、いつも寝た、もう、ええわってこうなった可能性はあるけど。やるわけないだろ、でも。いや、それはさ、遊びに行ってさ、うん、それこそ後輩のさ、軍長たちも出てたじゃん。うん、で、重慶さんとかも出ててさ、うん、いや、それはそのさ、あの人たちにとっては新ネタ下ろす場かもしれないけどさ、俺らにとってはさ、新ネタ下ろす場がさ、もう全然あるからさ、あそこで新ネタ下ろしてんかい。お金出してるね、新ネタ下ろして、で、上で、そのありネタを。で、ファンを獲得したいとか、また呼ばれたい、受けて、ね、っていうとこなのに、あと見飽きたかもしれない。いやでもあのライブ良かったね。やっぱその最近上のライブスクリュードライブとか。あ、スクリュードライブね。その前多分話したと思うんだけど。話してないよ。俺ら最下位だったやつでしょ。あの、まあ、これはあの公表されてないんですけど、俺ら最下位。おい。ケープの勝ち上がりね。俺ら最下位。話してないとこれ。話してないよ。話したかと思ってごめん。あの、あんたが楽屋で、あ、寺田さんとか、寺田、あの杉並さんとかの、まあ二人いたけどね、とか、うん、あとあの青井の一号のあの刈谷さんとか、刈谷さんとかの榎本さんにあのおみくちゃんされたけど、うん、俺には、うん、あの後輩の医者芸人、うん、飯田くましか寄ってこなかった話はしてないよ。マジで気分かと思って俺の周りが先輩で、そう、みんないじってくれて、そう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 、なんか可愛がってもらえてる感じで、お前だけ横にちっちゃい飯田くまいるっていう。いや、そうだよ。で、飯田くまもさ、もうわけわからんよ、ほんとにあいつ、うん、なんか、なんかこう一緒にネタ見てたんよ、うん、いや、全然笑わないなって言って、ほんとに医者なのよ。あ、飯田くまが笑わない、飯田くまが、いや、全然人のネタで笑わないじゃんって言ったら、うんうん、いや、やっぱ自分のネタが一番面白いじゃないですか、僕、自分の動画撮ってもらった、あ、自分の手撮ってもらった動画とかね、めっちゃ笑うんですよ。怖くない？お前と一緒やん。似てんのか。いや、全く一緒。違う、俺だって笑うよ。ちょっと、やめろ。笑うよ、俺は。じゃあ、いや、まあ、最近は。最近はね、昔はね。まだ、俺も笑うようになったし、あなたも笑うようになったけど、昔はやっぱその、笑ったら笑わないじゃん。うん。前提としてね。うん、で、その笑った人いたらそっちの方向見て、でそのお前のセンスはそんなもんかって言って、もう一回ネタにも視線を戻すっていうのの繰り返し。やめて、もうその話しないで。もうだから横で笑えなかったもんね。黒歴史ね、ロキちゃんの。そんなことじゃねえよ。何、そんなことじゃねえ。そんなことじゃねえよ。黒歴史ねとかじゃない。黒歴史ね、ロキちゃん。まあまあまあ、それでも最下位だったんでね、あの、いや、そうなんで、そう、ごめんごめん、あのネタネタ魂、それこそ、うん、あのさっきの別に言われたの話でさ、うん、ファンの子が来てくれたじゃん、うん、俺らのファンの子。ああ、来てくれたね。そう、男の子。そう、男の子の。何歳か分かんなかった。あんたと同い年やった。そう、なんかたまたま同い年みたい。たまたまじゃねえよ。なんで？お前、必然だろ。必然か。同じ野球部で。でも言ってたよ。なんて？やっぱなんかダメ。いや、すごい面白かったって言ってくれて、将来の夢も、手叩いて笑っちゃったって言ってくれたんだけど、え、手叩いてる音はその聞こえなかったけどね。一回。嘘ついてんの？一回嘘ついてんの？いや、わかんないけど。何そんなそこもんの？面白かったでいいの？一回上言って。なんでか、だって手叩いてる音は聞こえなかったじゃん、本当に。あ、まあ意識してないっていうのもあるけど、ね。そうね、うん。ちっちゃく、この聞こえない音で。やっぱちょっとダメ出しいただきました。基本的に面白かった。でもダメ出しが基本的に、うん、ネタはもうだいぶ面白かった、うん、推しネタだって言ってくれてる。でも、あの一個ダメ出しがありました、うん、その、あの、まあ僕の友達から、うん、ちょっとあの、ハルト君に俺最後さ、うん、こう、なんか言いそうな、うん、なんかそれ大事なことを言いそうなまで、うん、あの、全然大したこと言わない、うん、で、いやもうそれ怖いよ、そのまま怖いよっていう、うん、ボケで落とし、一番最後ね、一番最後そうだったじゃん、うんうん、その、間を取るその間が、うん、長すぎたって。うるせえよ、うるせえよ。じゃあうるさいのよ、そんな。何、うるせえ、うるせえよ。でも客観的に見てんだよ、お客さんとして。それ多分そうなんじゃない、それは。うるせえよ。考えてんだ。何、考えてんだ、こっちは。いや、だってそれは、じゃあでも、じゃあチャレンジの場でもあるじゃん。で、俺はあの時、うん、どこまで引っ張れるんだろうって思って。ちょっと待って、お前何、来なくなるって。うるせえよ、あいつ。やめて、ほんとに。今俺笑い声で書き消そうとしたけどさ、もう追いつかなかった。追いつかなかった。ああ、ちょ、今大丈夫、今何言った、今言ってねえよ、何言うの。俺ただ笑モザイク規制あげただけ、俺が。どうしたの。いや、でもほんとにうるせえよ。ちょっとうるせえ、来なくなるって、ほんとにやめて。でもなんか来なくなるから、この前、うん、あ、なんか、うん、
え、その友達が、あれ、俺に言ったってことね。そうだよ。え、あなたには言ってた、なんか。いや、いや、まあ、俺、まあ、どうしようかな、本名。本名言う。いや、言っちゃうかな、もうここで。誰の？いや、いや、ロキちゃんの本名。いや、ほら。じゃあ、言ってるって、たまに。え、でも、まあ、ロキちゃんって呼ばれてんだけどね、そんな。お友達にも。そう、ライブ呼んで、自分がロキちゃんだってことを発した瞬間から、俺もその、佐藤くんとも、佐藤とも、ひろきとも、もう呼ばれなくなって、俺。ひろきって、ロキちゃんって、俺、友達からも呼ばれる。痛いじゃん。恥ずかしい。妹も言ってくれば、ロキちゃんって。もう恥ずかしすぎる。でも、2位にはかロキちゃんってこと？そうそうそう。2位。ちょっと、それはまた。あ、それで、あ、そうそう。俺は、ロキちゃんは、その、やっぱ、なんか演技上手くなったねって言われて、なんか発声も良くなったし、すごいよく聞こえたよって、俺は言われた。何も見てねえじゃん。何も見えてないと思う。これ以上喋ったらもう減るファンだ。ちょっともうやめよう。じゃあファンじゃないよ。そう、同情で見に来てくれてんだよ。好きじゃなく。ああ違うよ。そんなやつ許せねえよ。もうやめようよ。やめよう。ふざけんな。やめよう。もう何見てんだ。こっちは。もうヒートアップじゃなくて大丈夫？チャレンジ精神でやってんだ。いやごめんね、また来てね。また来てね、頼むよ。また来てね。ごめんね、こんなやつだけど。俺の肩ポンポンしながらまた来てねって言ってるよ。落ち着けっていうのと、友達にまた来てねっていうリスクヘッジを、落ち着けはもうその同時進行ラジオではしないから、その実際にやってればいいから、いいいい、その肩ポンポンみんなに聞こえないところでやんだよ。最後にさ、そのエラネット魂終わってさ、そのファンの子とさ、ご飯行ってさ、おー行った、そのパッて携帯見て、インスタ見たら、ちょっと友達来てくれたみたいな感じで、ちょっとインスタ投稿したのよ、俺。ああ、なんと、そしたらその、まあもう俺一人妹いて、最近そのストーリーとかインスタに上げてももう妹が絶対リプくれんだけど、妹しかリプくれないか、妹しかリプくれないし、妹が絶対リプくれんのよ。ニーニーって俺のこと呼んでる妹ね。いや、わかる人です。で、そのもう俺はもう発狂した。怖すぎて。なんで？そのインスタ終わってこう見たら、ボイスメッセージが送られてきてるのよ。え？本当かな？うん。ちょっと、俺聞いてないよ。聞いてほしいんだけど、しょも多分これ著作権引っかかるんだよ、多分。ごめんなさい、本当に？うん。この動画、もしかしたら、ね、俺らの生活の糧だけどさ、もうこれ収益じゃない。糧になってねえよ。糧になってる再生回数。本当に聞いてほしい、妹からのおっかないボイスメッセージ。苦手だとか怖いとか気づかなければ俺だってポールと友達になれた。頭が悪いとか思わなけりゃきっとフェルマーの手ありすら解けた。すれ違ったマサヤに笑われなけりゃずっと小松月のチャリを漕いでた。力が弱いとかどんくさいとか知らなきゃ俺が地球を守ってた。破り捨てたあの落書きや似合わないと言われた髪型、うろ覚えの下手くそな歌が世界を変えたかも。栄光つって天才だった俺たちへ、振動だったあなたへ、似たような形に整えられてみる関係もない。まだかつて、え、これ何？これあのクリーピーナッツのかつて天才だった俺たちって歌を、楽譜通り正確に歌ってます。俺も聞くから分かるんだけど、マジで楽譜通りです。休符とかもなんか、いや、そう、お前もそう知らない。何が休符通りとか分かんないけど、正確に楽譜通り。ボイスメッセージってそのメッセージじゃん。歌を送ってきたって感じ。なんか怖くて俺ライブの後歌を送られてきてたんだ。ライブの後歌を送られてきて、わけがわからない。どういう意図あんだろう。わからない。でも最近練習してるんだって言ってさ。全然話しちゃうやん。それ全然ちょ、笑い兄弟揃って。いや、こういや、楽譜通り。お前もこうっつってるよ。楽譜通りなのよ。本当に。なんかその、なんその楽譜通り、そこじゃねえよ。ピックアップすべきとこ。うまいねえじゃねえよ。楽譜通りなのよ。お前は今単に。じゃもうええって、お前の。孫の代までずっとフレッシュマン。あらさがしが得意な国がらしかとでかそうで金輪際。俺も今単に広がり続ける銀河。今はの気ままでずっとフレッシュマン。食ったばり損ねてメイドからカムバック。草場の影からゴンフィンゴン。ポンポン。
え、ポンポンもあんの？わかんない、それは。アレンジしてきてんだ。わかんない、それはわかんないけど、うん、それが、あの、うん、本当にあの熱いライブさ、いろいろ熱いことあった。うん、の最後、その一日を締めくくる、うん、もっとし俺はこれを聞いて、うん、本当に涙出た。涙出た、本当に。なんで涙出てんだ。本当に涙出た。もう妹はもう来年から就職するのにもうこんなんだよ。あ、そうか。俺と同い年だもんね。そう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 。同い年。で、その、うん、もうさ、うん、なんていうの、もうさ、もうめんどくさくなって、うん、メッセージ返信するのも、うん、にゃかにゃか、いつもの俺のツイッターみたいにさ、にゃか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 って送ったらさ、うん、まあ正直な話、これは妹が言ってたから、うん、俺を真似さ やらせてもらってんだよ。妹が、にゃか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 って送ってきて、うん、何それって言ったら、うん、猫が歯磨きしてることって送ってで、それが、うんうん、それを俺を真似ちゃって今、うん、今のツイッターとかで発信しちゃってんだよ、うん、でもそれでニャカ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 って返信したら妹から、うんうん、許可は取った方がいいねって言われて妹に何の権利があるんだよこれにニャカニャカニャカに別にいいだろうと思ってでもあなたは使い方違うじゃん何が妹は歯磨きしてる音じゃん猫がね、うん、そうあなたはいつも言うじゃん俺って猫じゃんだからよちょっとやっぱり俺が猫と猫が歯磨きしちゃうまた違うから俺のは俺のだって言ったいやそんな会話してんのやばいねみっともないってそう。じゃあニャカニャカ手に取った方がいいってなるよその手に取った方がいいよニャカニャカ俺の思うだもう用法が違うんだからいや手に取った方がいいなってそんな会話してる兄弟キモくなるキモいよいやそうニャカニャカについて話してる兄弟キモいよそもそもそうなんかいいねニャカニャカって言って使ってる兄もやばいしじゃあいいわそうねいやそうね、まあ、そなんで論破されるのいやそれはそうすぎてそのいやそうよいいと思わなきゃ使わないですよそうなのだから、まあ、またさ、うんあのボイスメッセージの時のさ、うん、暑い夜を過ごしたいですよ本当にボイスメッセージめっちゃ暑い夜を過ごしたいですよボイスメッセージであもう自分の中でグッと熱くこらえて寝るみたいなそう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 もう寝れないみたいなインスタ上げなきゃいいだけだけどねなんでそんなこと言うの別にいいだろじゃあだってその原因としてはそこじゃんまあまあそうだけどさいやあなたはそのさ、うん、他にも楽しいこといっぱいあるからいいじゃんねえよどこ楽しそうでだってさ、静岡に稲漬けもいてさいねえよあと静岡に稲漬けもいるしさいねえよあとこっちにもフィアンセがいるんだけどいねえよあとだって恋人も普通に恋人もいるじゃん普通にいねえよなんでいないのなんでいないのみんなに言われるよ当たり前だってそれはいないのは、うん、おかしくないよって別にそこで疑問を持っちゃいけないよってことは、うん、俺も最近性格が悪いもん、ね、お前のせいだよ俺もこうなったの なんでお前がなんで早く会いないだろうねって言って俺も自分で多分思い込んでたなんで俺みたいなもんがこんな子も優しくて友達に言っちゃったので言ってないよ、うん、でも自分で思い込んでた節があるから、うんうん、そういうことになってたんだよ当たり前だってことに気づいたあるよね、俺もさ普通のまともなさネタ書いてる方のさ目立たない芸人だったらさ、うん、にゃかにゃかにゃかってツイッターで言わないんだよ、うん、やっぱ自分のこと可愛いと思ってる節があってさあの俺の同級生のさシェリーって言うんだよあ通称シェリーね、うん、その本当に幼馴染幼稚園からずっと一緒なんだけど、うん、高校までずっと一緒で、うん、会うたびにさ、うん今ヒロキだからそのピロリンって呼ばれてたんだけどピロリンかわいいピロリンかわいいってすごいずっとその会うたびに棒読みしていくんだよ高校とかでも、うん、ピロリンピロリンピロリンかわいいって知らずいやうるさいよもうもう言えてえもう教えに言えてえとかって言ってたけど、うん、でも本当には、うん、いや俺ってかわいいなって思ってたかもしれない俺はだからニャカニャカニャカなんてやってんのかもしれないえでもそれは冷めてないのまだ冷めてないんだもんだもう病気病気じゃねえよ俺誰に言われてんだよなんか可愛い俺誰に言われてんだよまあ自分のね、うん、自分が好きっていう気持ちは大切っていうのが分かりましたねいや自分のことは好きじゃないけどただ可愛いなって思ってる自分のこと好きとじゃ俺だって自分のこと嫌いだよ正直激痛じゃねえか激痛なの激痛まで激痛コンビだ俺はいや俺は全然そんな自分のことかっこいいと思ってるいやかっこよくはないけど、うん、本当に男性のジョイ
3割にはいるな。偏差値60ぐらいだ多分。いや偏差値とかの話じゃないけど、なんか顔面と変、まあ、頭脳と内面とか全部合計したら上位3割にはいる。いやいやいや、まあ今はいないかもしれないけど、まあ未来3割。いやいやいや、もういけないよそこには。その距離を得なきゃ、距離、巨万の富お金だよお金。まあそうな、そうなじゃねえよ。そうな、頼むよ、借金返してくれよ、はい、俺お前と富山旅行行きたくねえよ。それじゃねえよ、終わり方。 R1 頑張ってくれよ。それも違うだろ。それだよ多分。それに限るだろ。いや違うだろ多分。いや今度あの次回、うん、妹初出演。初出演初出演初出演妹、うん、あのゲストとして呼びますとかだろ。それ最終、あの最後。あ本当に。いやそうよ。あ本当に来るの。いや来るよ妹次回。電話でつないで妹と、うん、ゲストわざわざ。いやそうよ、いつか。会話できねえってにゃかにゃかにゃかぐらしとと。ファンをそのけなす芸人だこれと。じゃあそのトークなさすぎてよ。ファンお前の周りだけじゃねえかよ。ファンいじんなお前。お前の周りばっかじゃねえかよファンって。つらい友達たちね俺の。つらい友達親類たちね。つらい。まあまあまあ来年、まあ賞レースまだあるんでね。いやそうね、ルチャ頑張って。で来年もまたね、ちょっとまた上出ましょう。いや本当に出よう、うん、よかったライブは。スクリュードライブ、まあ、ゲレロンステージだけどさ、うん、あのその上がったゲレロンステージよりもさ、幾分かこの前手応えあったけどさ、うん、全然上がってなかったわ俺ら。全然上がれてなかった。あ、まあ、そうね。どうやって上がるの難しい。まあでも、あの、まあ、また、気引き締めて頑張るんで、はい、ファンの子たちはまたライブ来てね。いや、本当によろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあねー、にゃか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 にゃ